Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Pokaboo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 sur ce let's play de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Donc la dernière fois on s'était laissé, donc après avoir fait le combat contre la statue de l'hérétique. Et là il y a Naruto, on est retourné sur Naruto qui s'entraîne avec Killer Bee. Et Naruto qui se demande ce qui se passe parce qu'il ressent des espèces de chakras bizarres et il se demande quelque chose quoi. イルカ先生、なんでイルカ先生までこんな島に。この島での追加任務が出た。俺はその応援に来ただけだ。追加任務？今ちょうど未確認生物が出て、そいつを。俺ってば、いくつもの着らがぶつかってるのを感じた。それと、そうだ、そいつのせいで外ではちょっと騒動になってる。とはいえまだ完全に実態がつかめたわけじゃない。じゃあ俺も。 今回の調査はいろいろと神経を使う。それに繊細な部分もある。だから結果が出るまでお前には。結果が出たら連絡を。なんだイルカ先生、もしかしてどうしたんだ。そんな生物がいるんなら俺が抑える。自分ナルト。 感知したか。なんでこんなことになってんだってばよ。もう隠し通すことは無理だな。イルカ先生、戦争だ。マダラが仕掛けてきた。どういうことだ。仲間が戦って苦しんでんのになんで俺に黙って隠す必要があんだ。この戦争はお前を守るための戦争だからだ。俺を？ マダラは全勢力での戦いを仕掛けてきた。キュービと8尾を奪取するためにな。キュービと8尾を取られてしまえば世界は終わりだ。お前を守ることがこれからの未来につながる。そのためにみんな命がけで戦っている。ナルト、お前は己と戦え。ここは我慢の時だ。 死に意味を見出そうとするが、あるのは痛みとどこにぶつけていいかわからない憎しみだけ。ゴミのような死と永遠に続く憎しみと言えない痛み、それが戦争だ。ナルト、これからお前が 立ち向かうことになってくるものだ。俺の役目はここまでのようだ。ナルト、お前だったら本当に。さあ戻ろう。この戦争は全部俺一人で蹴りつける。憎しみも痛みも全部俺がまとめて引き受ける。俺の役目だ。ナルト、 話を聞いてなかったのか。お前の中にはキュービがいるんだぞ。大人になれ。少しは俺の言うことを。イルカ先生は、俺を一番最初に認めてくれた。俺にとって大切な先生だ。そんな人がキュービのことばっか気にして俺のことは信じてくれねえのかよ。ナルト、 俺は。 ナルト。 行っちまったか。バカ野郎、この野郎。あなたはキラー B さんですね。あなたにお願いがあります。ナルトを守ってやってください。俺にとっちゃあいつは弟のやつなんです。 でも俺には守れるだけの力がありません。厚かましいお願いだとは分かってます。けど俺にできるのはこれくらいで。だからお願いします。どうかなると。ノー、やり方が違う。タンガン、拳を俺に向けろ。タンタン。え、こうですか。
了解だ、バカ野郎、この野郎。ありがとうございます。ん？そうか、あんただったのか。いいのかよ、そんな約束しちまって。お前はナルトの見張り役だぞ。この男が止められなかったんなら、誰が止めても無理。なぜなら、ナルトの心の中に常にあんたが見えた。あいつの真理。ナルトの中に俺が？ナルトに何をしたか知らねえが、どうやらあんたはナルトにとっちゃ特別でも、俺のラップは軽蔑。ナルトはあんたからもらったもん全部自分の中にきちんと取ってある。今日まで、あんたの言葉がナルトを守ってきた。協力。ナルトのことは任せておけ。お願いします。第8章、二つの太陽。なんだと？それは本当か？はい、八尾のビー殿、そして九尾の渦巻ナルト、両名が島亀を…綱で、お前が島にあった説得役はどうした？さらくイルカのやつ。どうします？Bがいる以上、人中力はわしが直接出て止めるしかない。それはいいが、本部での判断はどうする？木の葉の資格。了解しました。こちらはお任せください。行くぞ。ナルトのやつ。ここはつくづく関心のスピード。追いつくにも一苦労。 B のおっちゃん、一人で行かせりゃ危なっかしい。え？お前を守ってくれってな。イルカ先生が。二人は不器用でも愛があるよ。生きて帰るぞ。ああ、そりゃ当然のこととしてだ。これからどうすんだ？キュービチャクラモードは悪い感情を読み取れる。なるほどな。その悪の感情が強い。そこが戦場のはずだ。オーライ、そういうことなら俺様従順。行こう。Allez, bon, donc on a réussi à s'enfuir, enfin, à s'enfuir entre parenthèses. On va aller aider les autres sur le champ de bataille. Mais je crois qu'il y a monsieur qui va pas être content.珍しいじゃないかよ、キュービー。お前の方から話しかけてくるなんてよ。いよいよ寂しくて話し相手が欲しくなったのは分かったけど、今は忙しいんだ。後にしてくれ。お前は戦争を本当に一人で片付けられると思っているのか。そりゃ無理ってもんだ。お前がいくら張り切ろうと。そういう話は戦争の後だ。じゃあな。仲間が殺されれば、それに伴う憎しみが生まれる。そうなる前に相手を全て倒すつもりか。どのみち相手を倒せば敵からの憎しみを受ける。それを全て受け止められると本気で思っているのか。お前もいずれペイン・ナガトのように憎しみにとらわれるぞ。この戦争がお前をそこに近づける。いつまでも俺をなめてんじゃねえぞ。お前は分かっていない。甘いのだ。もう戦争は始まっている。負傷者も多く出ているはずだ。
その分憎しみもな。そもそもだ、お前のそばにいたサスケはずっと憎しみに囚われていた。だがそのサスケもお前がどうにかできたことがあったのか、よく思い出してみろ。幼い頃からお前はサスケの憎しみを感じていたはずだ。同じ班にいたとしても、長い時を同じくしても、お前はサスケの憎しみを消すことができなかった。それどころか逆に奴の憎しみは大きくなった。つまりお前は誰であろうと憎しみを消してやることも受け止めることもできやしない。で、話は終わりか？なんだと？だからって俺がおじけづいて何もしねえとでも？そうなりゃお前の思うツボだもんな、キュービー。おい、お前こそ甘いんだよ。なんでお前はサスケ一人救えてもいないのにそんな強気でいられる？自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、戦争だって何とかしてみせる。こいつあのチンチクリンが随分と立てつくようになったじゃねえか。なあキュービー、俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。ん？俺を散々苦しめたお前だけど、憎しみに振り回されんのがいい気しねえのは俺も知ってっから。お前はバカか。わしはキュービだぞ。チンチクリンにどうこうされるほど落ちぶれちゃいねえし、わしは憎しみの塊だ。なら OK だ。俺はチンチクリンじゃねえし、そっちの方がやりがいがある。じゃあな。待ってろよ。どうした？なんでもねえ、こっちの話だ。ん？ B のおっちゃん、このまま戦場まで突っ走るぜ。あれ、on va aller par là。Qu'est-ce qu'il se passe? どうした？何かがこっちに。この大バカどもが！ばあちゃん！ No! ブラザー！お前らを止めに来た。これ以上先へは行かせん。これがキュービのチャクラをコントロールした姿か。やってのけたな、ナルト。ブラザー、ナルトを行かせてやってくれ。お願い。こいつのことは俺が保証する、大概。何を言っている。お前たちを守る戦いだぞ。お前らが捕まればこの世界が終わるんだろ。イルカ先生から聞いた。ならなぜ行こうとする。大バカかお前らは。そのせいでみんながやられんのは我慢ならねえ。みんなが死んで戦争に勝って俺だけ生き残ったって、そんなの意味ねえ。俺は嫌だ。世界が終わるよりマシだ。みんなそう思い、お前を守るため犠牲覚悟で戦っている。そのことを知って自分だけ傷つきもしねえでじっとしていられることを人間できちゃいねえんだよ。死の子の言うな。お前は行かせん。綱手のばあちゃんなら分かってくれるだろ。俺がこの戦争を止めてみせる。行かせてくれ。今は忍び連合の参謀として動いている。お前を止めるのは連合の意志だ。おかげといえど私一人が別行動を取るわけにはいかん。わかった。ばあちゃんの立場上そりゃ仕方ねえよな。なら無理やり行く。大影のおっちゃん早えな。忍びでわしより早い奴はおらん。四代目火影がいなくなってからな。
父ちゃん知ってるのか。手合わせは幾度としたものだ。あれに勝る忍びはいないとまで思わされる男だった。聞けばあやつは木の葉の三人、ジライアに予言の子、救世主だと言われたそうだ。だが救世主ならなぜ今この危機的状況でいない。やつは九尾事件で失敗したからだ。そこからお前は息子として何も学んでいない。不確定な可能性で物事を語るバカほど。そんなんで父ちゃんを知ってるって語るな。元気な産声と一緒にあなたが生まれた。ミナトはその時、俺も今日から父親だって泣いたのよ。それからね、そして里からマダラとキュービを遠ざけたの。力のすべてを使って、強すぎるキュービのチャクラを半分己に封印して、世界の変革、それに伴って起きる災いのこと、マダラのこと、それを止めるのはこの子だと。父ちゃんは全てをナルト、あなたに託して死んだの。あなたを信じきって。四代目ホカゲは失敗なんかしてねえ。もしどうしても行くというなら、この場でお前を始末してでも止める。な、おい、雷影。そうすれば九尾復活まで一時の間時間が稼げる。敵も計画を先送りせざるを得なくなる。命が惜しくないようだな。いい、お前。そういうことなら八尾の俺が死んでも同じ。そうすりゃ敵の計画とやらも台無し。ナルトが行けるよう俺の命を通し。 B のおっちゃん、お前たち人中力は己であって己でない存在だ。国のパワーバランスであり、里の力であり、国と里にとって特別な存在だ。お前ら個人の好き勝手にはいかん。立場を理解しろ、大バカどもが。まあそうかもしんねえが、俺は個人としてどうしても捨てきれねえもん持ってる。心意気、それをなくしたらただの兵器。つべこべ言うな。お前たちはわしの言うことを聞いていればいい。完全に頭に血が昇ってやがるな。今はまともに話を聞いてくれねえぞ。ブラザーを抑える、ハッツァ、力を貸してくれ。派手にやりすぎるなよ。お前らの兄弟喧嘩は規模が半端ねえんだからな。青いよ。おっちゃん。大人の俺様、少年ば。少年ナルトは手を出すな。B、貴様このわしに手を挙げるつもりか。俺もナルトも負けやしねえ、自信。それが分かってる、俺たち自身。いくらへりくつをこねようと、お前たちを自由にはさせん。わしの力を持ってここで止める。力があっても止められねえ意志がある。それを見せるぜ、俺様が。Et c'est parti, petit combat, donc Pilarby face au Raikage. Donc les amis, Monsieur Raikage n'est pas trop d'accord pour qu'on aille se fight, parce que voilà, c'est un petit peu risqué, mais nous on veut y aller quand même, voilà, c'est ça. Pilarby. Ok, donc il a 3 barres de vie. Combat de boss. OK.
最後はごめんと、キラ謝り。Ok, bon là c'est bon. Ok, petit QTE. Koitsu de kimeru ze, brother. Yokaro. On va faire l'aria contre l'aria, c'est ça? とするラリアットになってない。とっくに理想を超えてるぜ、ブラザー。俺の中に大切なものがある限り絶対に死なない。それがブラザーとの契り。OK, petit rang S. Bon, en même temps, on est un petit peu défoncé quand même. Ça, c'est cool.いつの間にここまで。俺もナルトも人中力だけが力じゃねえからだ。もっと強い力になる元が入ってるこの体。八尾をもらう前にブラザーからもらった。俺個人として捨てられねえ言葉。それさえあれば強くいられると信じられることのほか。八尾をもらう前の。そうか。あの時真実の滝の前で言ったあの言葉か。やっと気づいたか、バカ野郎、この野郎。お前はあれだけ、たったあれだけの言葉で強くいられるというのか。里や国にとっての俺だけじゃねえ、ブラザーにとっての俺だ。だがブラザーは俺を守ろうとするあまりの気遣い。俺の力を信じなくなっていった。毎回人中力になればいろんなもんな失くして心ガリガリ。でもだからこそなくしたくないもんが光って見えてくる。心ピカピカ。美獣だけが力の元じゃねえ。 OK? 美獣が入る前に入ったもんが光り出したら太陽くらいでかかったと気づく。大事。それこそが力の元だと気づく大筋だからこそ俺は八尾を唯一コントロールできたと確信。ナルトの中にもその太陽がある。確信。しかもそれが二つもあるのが確信。二つ。そうだな、確かに太陽みたいなもんかもしんねえ。渦巻きナルト、お前のその二つの太陽とは何だ。父ちゃんと母ちゃんだ。父と母、波風湊人と渦巻クシナか。しかしお前が生まれてすぐに二人は死んだはずだ。この九尾の力を手に入れるとき、父ちゃんはちゃんと母ちゃんに会わせてくれた。九尾の封印を開くと母ちゃんが俺に会いに来るよう、チャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ。俺のために。湊ね、ただでは死なんと思っていたが、やはり自分の息子のためにそんなことを。そしてこの力をくれた時、母ちゃんが教えてくれたんだ。16年前、父ちゃんには確信したことが二つあるって。確信したことだと。一つは、面をした男が事件の黒幕で、この先必ず災いをもたらすって言ってた。そんで二つ目は、それを止めんのが人中力として九尾の力をコントロールした俺なんだって。湊はお前に全てを託したということか。己が救世主ではなかったと。父ちゃんが自分のことを救世主と思ってたかどうかは分かんない。けど
俺の師匠は父ちゃんを予言の子、救世主だと言った。さっき言ったことを覚えているか。その救世主ミナトは死んだ。これを失敗でなかったとお前は言うのか。確かに父ちゃんは死んだ。母ちゃんと一緒にその敵とキュービから木の葉の里を守り抜いて、俺を守り抜いて。ほんの一瞬だったけど、その時に二人が俺にくれた、すっげえいっぱいのもんがやりきれるんだって俺を信じさせてくれる救世主も俺に託したんだ。やはりナルトを生かせる方が忍びの世を守ることになるようだな。ミナトがそう信じたように、私もナルトにかける。俺もだぜ、バカ野郎、この野郎。雷影、お前の判断は。ブラザー、相変わらずの機関棒だ。今度は私も。待ってくれ。ここは俺一人でやる。雷影のおっちゃんがやろうとしてること、俺にはわかる。ナルト。行くぞナルト。Et c'est parti. Donc Naruto vs Raikage, hein. Parce que le Raikage ne veut toujours pas nous laisser passer, voilà. Ok, donc on n'a pas récupéré de la vie depuis tout à l'heure. On a toujours la même vie. C'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon on a été quand même... Sento Kaishi. Ok. OK. Oh, ça m'est fermement. Ok, on l'enchaîne, on l'enchaîne. Ouais, cette fois je l'ai. Ok, c'est bon. Là, il va y avoir une scène épique. Une des scènes plus épiques de tout Naruto Shippuden. Bon, peut-être pas jusqu'à là, mais c'est vraiment épique de cette scène. ライカゲのおっちゃんの言う通り、失敗したら救世主じゃなくなっちまう。だから失敗はしねえ。父ちゃんがそうしたように、救世主の父ちゃんから学んだように、わしなりに試してみたくてな。全力でやらせてもらった。このわしの最速パンチをかわしたのは波風湊に続きお前で二人目だ。どうやら救世主は生きているようだ。お前の中で行ってこい。うん、雷影。戻るぞ、英雄か。ん？なぜあいつが木の葉において英雄と呼ばれるのか、
その理由が少しだけ分かった。そうか、多くの者が散った、多くの灯火が消えた、痛みは世に広がる、黒き意志が天を染める、今だけはただそこに眠り、忍びたちよ休息せよ、日はまた昇る、闇を照らすため、次に火を見るとき、かの者は駆けつけるだろう、太陽の少年は地を走った、ok, donc nous on va sauvegarder les amis. Ah, donc c'était la fin du 8ème chapitre, si j'ai bien vu, 8ème chapitre. Je sais pas combien il y a exactement de chapitres dans le jeu, mais je pense qu'on s'approche quand même petit à petit de la fin du jeu quand même. ご苦労様でした、ライカゲ様、ホカゲ様。ナルトとビーは戦場に向かわせた。思い切った決断をしましたね、ライカゲさん。四角、あの二人に戦況を教えて。了解です、イノイジ。ああ、こっちはもう準備できてる。ナルト、それにビード。この声。さあ、イノイチの術を使って二人の今から各戦場の状況を伝える。あんたどこまで暁のことを知ってた。お前よりは知っていたつもりだが。結局俺もお互い持っているこの強すぎる道術のおかげでな。いずれ俺たちも誰かと戦う羽目になる。お互いやりづらい相手でなければいいが。なるほど。江戸天聖の忍びに白い化け物。じゃあまだいろんな戦場でみんなが戦ってる。そうだ。だったら俺も加勢するってばよ。こっから全ての戦場へ一斉に向かう。多重加減。第9章、影の戦い。悪意を感じるのは。急ぐぜ、Bのおっちゃん。せっかちナルトのおかげで。俺様。オッケー。Faut nier l'alliance du désert de foudre. Bon, écoutez les amis, voilà, on est à un peu plus de 30 minutes de vidéo, à 35 minutes vers là. Et donc du coup les amis, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode 13. Et bien en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sur ce, c'était le Kabou et allez. Ciao. Try to be cool, even wear that shirt you wanted to.